ふっふっふー。色紙がいっぱいだぜー。皆さん、こんにちは。五等分の花嫁、新婚旅行編、7回行ってきました。週末です。五等分のね、映画動画も今回でおそらく最後になるかと思うんですが、このね、前売り券をとうとう7枚目を使い切ってしまいまして、まあ、僕の特典収集も、まあ目的は別に特典だけってわけではないんですが、終わりということでございます。で、今回ね、3週目の特典を開ける動画なんですが、まあ我々のね、我々とかまあ僕の資金力では、残念ながら1個しかね、手に入れることはできませんでした。で、まあ戦果というか、まあ戦利品というか、まあ結果を言っちゃいますと、ニノとミクと四つ葉が当たりましてね、1週目の特典。で、それぞれニノとミクが被っております。こんな感じでね。はい。で、これでまず5回ですね。そして、まあ第2週目のトレーディングカードゲームのブースターパックのような、まあスターターセットのような、チュートリアルデッキですね。でもここだけって思うと本当限定だよね。まあシートとかいろいろついてるもので、まあこれで6回ということで、まあ今回これね、7個目の得点となっております。で、今回これもね5種類あるので、まあさすがにね昆布は無理。水着得点だったらもうちょっと頑張ったかもしれないんですけど、普通にね、あの上映時間の関係とか、まあ、上映本数もね、まあ、少なくなっているので、まあ、残念ながらね3週目は1枚とさせていただきました。まあ、存分にね楽しむことができましたので、こちらを開けさせていただきます。で、まあ、小話っていうか1回前置きさせてほしいんだけど、7回見てにようやく気づいたんですよ。ようやく気づいたというか、本編のね話なんだけど、あの、風太郎がね、普通にそのお酒をね、お父さん、丸尾にね、飲まされて、ワインですね。で、まあ、寝込んじゃうというか、酔っ払って寝落ち寝ちゃうところがあるんだけど、まあ、それを解放する形でね、5人の姉妹がいるわけですよ。で、まあ、例によってね、風太郎の手をこうやってそれぞれのね、1か2のみたいな感じでね、この指を握るんだけど、まあ、今更だけどね、この薬指のね、あの指輪がついてる手を、まあ、四つ葉が握るんですよ。まあ、4番目のね、まあ、指だからそもそもね、まあ、そうなるんだろうけど、なんか今更ね、あ、なるほど、指輪掴むの四つ葉か、みたいな感じでね、そう思うと最初から花嫁決まってたのかな、なんてね、思ったりもするんですが、あとね、自分に嘘はつかないっていうね、今回お話しした リリーちゃんというね、あの外国の、あのハワイの現地で、あ、こちらですね、リリーちゃん、一発例だね、リリーちゃんが、まあ、その、姉妹たちにね、その告白のアドバイスというか、デートのアプローチ方法を教えてほしいってことなんだけど、最終的にまあ告白うまくいきまして、あの、インスタかな、写真をね、ニノに送るわけですよ。で、ありがとう、5人のお姉ちゃんって書いてあるわけですよ。基本的にはあの外国語、英語かな、英語しか喋らないし、片言で本当なんかあんまり本人も意味わかってない日本語も喋るんだけど、ちゃんとなんか日本語でお礼のメッセージっていうかさ、その写真にね書いてあるわけですよ、文字が。いや、それなるほどってね、なんかいいなって思いました。なんだよな、まったく。でね、四つ葉、四つ葉、四つ葉のまた話になるんだけど、自分にね嘘はつかないっていうことで、まあ最終的にそういう話になるんだけど、そもそもまあ四つ葉はね、嘘はつけないというか、風太郎には絶対にね、嘘をつけないっていう、まあ、性格っていうかキャラクターなんだけど、なんかそういうのも相まってね、そのまあ自分にもね、嘘をつかないようにしようってことで、まあそもそもがね、まあ四つ葉の正体自身を風太郎に隠してたっていうのもあって、まあ自分にも嘘をついてたし、まあ、風太郎にもね、嘘をついていたっていうのが、まあ物語本編のね、話ではあるんだけど、まあ旅行先でもね、まあ自分に嘘をつかないことが大切ってことをね、リリーちゃんに教えるみたいな感じでね、今7回見てようやく、あー、なるほどな、こんな感じかみたいなね思われました。はい、まあそんなわけでね、このね得点をねささっとね開けさせていただきます。で、狙いとしましてはミクです。もちろん今の採用者はミクなので、ミクちゃんを当てるしかない。で、3週目の得点もね、あのチェキ風シート、シール、ステッカーですね、こういうやつが入ってるらしくて、イラスト違いだったかな。なので、まあそれも超楽しみだね。いや、まあ出てたと思うんだけど、絵柄は。でもね、やっぱりね、欲しいね、ミク。いやー、水着だったらなお欲しかったんだけど、いや、まあ水着、大人水着欲しいよね。はい、いきます皆さん。まあ前置き長いし、あんまりね、もったいぶっても仕方ないので、よし、いきますよ皆さん。ほい、ミク、はっ、おーマジか、なるほどね。このね、色紙で、まあ、あの、いつきちゃんをね、弟が持ってるってことで、唯一持ってなかったのがいちかちゃんなんだけど、ここでいちかちゃんが来るとか、なるほど。ちょっと、やってくれますね、神様。はい。こんな感じでね、1かと書いてあります。で、それぞれね、1週目の得点はお花って書いてあるんだけど、あとナンバーですね。これもナンバーと、これはあれだね。まあ、1かのローマ字スペルっていうのかな。お花を持ってる感じで、まあ、お花とは書いてないんだけど、いいな。ミクのデザインどんなんだったかな。いいね、これ。めっちゃいいじゃん。衣装乗ってないよね、ここには。これとは違った衣装でさ、ドレス、いいじゃん、南国のドレスって感じで、めっちゃいい、やべえ。
楽しくなってきちゃった一枚しかないんだけど、こんな感じで、まあ私の戦果としましては、はい、今回は残念ながらコンプすることはできなかったんですが、まあ5等分の花嫁だからね、毎回5種類得点出るの分かってるんだけど、やっぱなかなかね難しいっすね。あ、そうそうそう、あとステッカーだね。これもねちゃんと逃さないようにしとかないと。この袋を捨てるってことはね、僕はなかなかないんだけど、さすがに何枚もあってもちょっとねあれだから。同じイラストじゃない。あ、いいな、制服姿だね。いやもうこれさ、普通に7年ぐらい経ってるんだよね。 5、6年だっけ。全然変わってないじゃんね。はい、いやみんなずっと若くて可愛い感じでね。はい、これ比較って感じで、あーいいね。ミクちゃんね、いいねミクがセンターなんですね。はい、こんな感じでね、可愛くイラストが写っております。ノットフォーセール、非売品ですね。5等分の花嫁。いやもうみんなのね応援があれば、もしかしたらねさらに続編みたいな感じのね匂わせもあるので、それもね期待したいところですね。そしてね、まあ僕も何回も動画出すのこれ嫌なんだけど、じゃん、水着界のね夏休み編、去年ちょうどやってた頃のこの色紙になります。これね運よくコンプできたんですよ、地引きで全部。こんな感じでね、これで水着使っちゃったから今回ね水着ないっていうのもあるかもだけどね。はい、いつきちゃんの、はい、こんな感じでね、元気なみんな水しぶきとともに書いてあります。この頃の時系列的にはまだね文化祭前なので、風太郎とゆつばは付き合ってないんですよね。こんな感じでね、あーいいね、ミクやっぱ一番いいないやいいね。でニノちゃんでイチカって感じで、こうやって見るとね、ニノちゃんが一番水着というか、このなんていうの、ビキニタイプの面積が多く見えるんですよね。もうどこ見てんだって話だよね。でミクちゃんが一番肌色が多い。どこ見てんだよな本当に。ダメだよみんなこんなとこばっか見てちゃはい、まあそんな感じでね、前利権を使い切ってしまったので、私の5等分の映画はねここまでとなっているんですが、まあ普通にテレビスペシャルってことなので、まあ、映画館でやってるけどテレビでやります。そして円盤もねまた出るんでしょうね。で円盤についてるまたイベントチケット、優先申し込み券とかでイベントもあったりするのかななんてね。でさらに新アニメのね情報みたいな、もう無限ですね。5等分は永遠です。ってな感じで、皆さんもね、まあ、円盤だったりテレビ放送だったりを、まあ、見てない方はね長く待っていただいて、まあ、特典をね、まあ、一緒に、まあ、みんなもきっと集めたと思うんだけど、もう神々ですね集めたと思うんだけど、なかなかね難しいですね。僕はまあ限界は7回だったけど、きっとまあ20回とかね30回とか言ってる人はいると思うので、そういう方たちにはね本当すごいなと尊敬の眼差しを向けます。では話が長くなってしまってたんですが、ここら辺で幕引きといたしましょう。5等分の花嫁としましては、まだまだね撮りたい動画というか、まあ雑誌とかもねあるんでね、そういうので撮りたいんだけど、まあなかなか編集もね、あ、そうだ忘れてた、ちょっとこれをね出したかったんだ。全然5等分じゃないんだけど、5等分の映画をね見に行った時にね漫画を買ってきました。もう動画にできないからね、こうやってね画面に映すというね、青の箱のこちら最新刊ね、はい、こちらに特典がついていまして、なんだろうこれ、ステッカーというかなんか組み立てる系ですねのやつと、ツタヤ限定のねポストカードが付いております。あ、青の箱もねいいですね。で今回のね呪術廻戦最新刊28巻乙骨先輩が載っております。1億万部だってすごくない？で青の箱もさ500万部で十分すごいんだけど、1億ってなかなか見ない数字よね。あ、これもねシールステッカーね、シールステッカーってなんだよな、ステッカーが貼ってありまして、もう戦利品動画になっちゃってるね。映画のパンフレットもね、鬼太郎のこれ新生バージョン、鬼太郎の映画まだ見れてないんだけど、ゲゲゲのね謎ね、ゲゲゲの謎だっけ、鬼太郎誕生で、これパンフレットもなんか複数あって、この新生版と前のねパンフレットですね、紺色。そもそもなんかパンフレットも複数種類が前回の段階でも2種類ぐらいあったかな、あって藍色版みたいな感じであったんだけど、自分が持ってるのは藍色だったかな。難しいんですよこれはね、全然見れてないんだけど、あれはもう劇場に行きたいんですよね。入場した特典もあるし、で前入り買ってないからあったのかどうかも分かんないんだけど、それはねだから買わなかったら行かなくなっちゃうんですよね。なんかすごいこれ触れる、はい、これかっこいいね。そしてこれ触れるね。これに関しましても、まあ映画館まで行くか分かんないけど、絶対テレビでやるしさ、まあここ酒とかね、あの花とか僕も見てるぜなので、ここ酒見てたかな。なので、まあこれもね、いずれ見たいと思います。ほい。ではね、5等分動画なのに話が脱線してしまって申し訳ないんですが、皆さんもぜひ、まあ、一緒にね、アニメとか映画とか漫画とか楽しんでいきましょう。では、ご視聴ありがとうございました。5等分の花嫁は無敵だ！バイバイ！